皆さんこんにちは。青い鯉のぼりプロジェクト共同代表の伊藤健人です。皆さんはこの動画をどこで見ているでしょうか。しっかりとお家でステイホームをして見ているでしょうか。今年は青い鯉のぼりリモートプロジェクトとしてみんなと会うことはできないんですけれども、みんなとのつながりを感じていたいという思いでこのプロジェクトが始まりました。今回の動画の中では皆さんとの動画で、疾風陣雷を演奏するというところになってるんですけど、まず最初にですね、とある方からメッセージが届いています。僕もメッセージが誰から来たのかちょっと分かっていないので、皆さんと一緒に見たいなと思っています。それではどうぞ。青い鯉のぼりプロジェクトにご参加の皆さん、こんにちは。グレーのボーカルのテルです。2011年の東日本大震災以降、毎年ですねこのプロジェクトは続けられております。一番最初にね、このプロジェクトが始まるときに、全国からですね青い鯉のぼりを募集する際に僕らもですね手伝わせていただいたんですけども、本当にたくさんの方々からね鯉のぼりが届きました。ありがとうございます。僕らも2017年にですね、青い鯉のぼりを、制作させていただきまして、グレーの青い鯉のぼりをですね、東北の青空の下でですね泳がせていただきました。本当にね希望に満ちたなんかその瞬間をですね見ることができましたね。なのでこれからもですねこうして、みんなでですね思いをつなげて続けていけたらと思います。今年はねコロナウイルスの影響もあって集まることができませんでしたけども、次はですねまたみんながですね集まれるそんな日が来たら僕らもですねまた参加させていただきたいと思います。ということで、これからもですね希望を持って共に歩んでいきましょう。グレーのボーカルのテルでした。おーマジっすか。いやーすごい。いやーただ僕誰からメッセージいただいたかまだ分かっていないんですけれどもね。はい、いやでもしっかりとメッセージをいただきました。ありがとうございます。実は4月の11日に僕の弟がですね、亡くなってしまいました。ただ皆さんとこうしてつながっている中で温かい言葉支援をたくさんいただいて、今皆さんの前でこうして、メッセージを伝えることができています。今年は皆さんと会うことはできませんけれども、たくさんそういった力をいただきながら今日までしっかりと生活することもできています。そういった中で皆さんと一つになって、この曲動画を皆さんにお届けしたいなと思っています。それでは疾風陣雷どうぞ。